はい、今日はね、スマホゲームのセイクリッドブレイド最近プレイしてるんだけど、このゲームね、なかなかパズルゲームが難しくて、だいたいね、この5の8、もう今回ボスなんだけど、後半ないか、この辺からね、ボス戦がなかなか、まあ普通のステージも難しいんだけど、適当に遊ぶ感じじゃ勝てなくなってくるんで、ちょっとね、ボス攻略動画を上げていこうと思います。で、使ってるキャラは、まあ、主人公と、あと、まあ、主人公の仲間たちですね。シャノンとシール。で、シャノンがね、ひたすら強いね。このアクティブスキルで、まあ、3マスっていうか、狙った方向の幅3マスに対してダメージ与えるんだけど、これが強い。使いやすい。あとはこのシリル。このキャラもね、なかなかあの複合タイプなんでチェインつなぎやすいのと、この無敵がね、無敵っていうかなんかスキルが、もう回避スキルなんだけど、100% 回避できるんでね。これ使い続ければ延々と自分死なないみたいな感じになってるんで。で、最初はね、まあなんかサラマンダーはね、まだそんなに難しくないかな。で、こいつ、あとプッシュなんで、どうすっかな。このアレスで水エレメント踏んでプッシュしていくのがいいかもしれないな。光じゃちょっと、きついか。水の方がいいか。よし、水を使って、サラマンダーのシールドを剥がしていく。よし、剥がれた。で、プッシュのシールド剥がしたんで、あと2チェインだね。まあ2チェインは簡単だね。2チェインはすぐできるんで、何で2チェインしようかな。ちょっとなるべく次のこと考えてエレメントあまり使いたくないんだよな。これだと1チェインか。無理か。水使ってやれば、ただこいつの攻撃は直線上にしか行かないからな。ああ、使う。こいつでいいじゃん。こいつで4チェインだと範囲も広いし、これで、そう、左のやつもね、プッシュしないとダメージ与えられないんで、これで、両方、サラマンダを剥がしつつ、ザコを倒していく。さあ、どうすかな。スキル、まだ MP もそんなに溜まってないんでね、無駄使いはできない。で、水エレメント踏んで、ちょっとチェインをつなげて、2、3いか。いやー、でも当てられないな。ちょっと微妙ですね。光でいこう。光だと、まあいいか。ちょっと一回エレメント整理として、大したことはない。あ、結構水の、これあれかな、5チェーンいけんじゃないか。これ5いけるぞ。こんだけあればちょっとつなげていきましょう。いいね。で、ここから5いくんで、5チェーンしつつサラマンダーにダメージ与えていく。おお、こいつのな、攻撃力も強いんだよな。はい。さて、シャノンのスキル当てたいところだが、直線上にはないな。どうしようかな。これちょっと移動した方がいいか。上の方行くか。いや、大したチェインにはならないな。火使うか。火使って、サポート発動しつつ、いや、いい感じになんないな。
やっぱシャノンを上に動かした方がいいかもしれないな。まあ、サラマンダーもね、魔法タイプなんで一直線上にしか動けないんだよ。なんで、ここかな？ここでいいかな？右側。移動してくるしな。上でいいや。こっちに移動して誘い込みましょう。あ、サラマンダーって複合か。あ、でもこれスキル範囲内なんでぶっ放すかも。うん、ぶっ放しましょう。多分2回打てばいけると思う。うん、この感じだといけるね。そう、これがね強いんですよね。もう MP 大体これに使ってる。はい、という感じでね、5-8ボス攻略成功でございます。はい、じゃあ続いてね、6-8のボス攻略していきます。いや、6-8はね結構苦労したんだよね。なんか結構後半になってくると縛りが厳しいんだよね。あの縛りというかバリアを剥がすための条件がなかなかきつくて。はい、今回のボスは水ダメージ25に闇ダメージ25か。同時攻撃しなきゃいけないんで。で、これ順番も決まってるんでね。水の攻撃当ててから闇ダメージなんで。で、今回で言うとこのシリルを、シリルのサポートスキルを発動しつつ、アレスでダメージ与えていくみたいな。そんな感じだね。なんでちょっと一旦シリルをこのサポート範囲内に移動させますか。さあ、地味にな、あのプッシュのやつがきついんだよな。で、2チェインでプッシュになるんで1匹倒していく。で、このボスのね直線上にいるとこのビーム打たれるんで、なるべく退避したい。もうやばいな、瀕死だな。シャノンが瀕死だぞ。ちょっとシャノンを退避させておきたいんで、ずらす。ここだとね、ダメージ食らわないんだよね。おっと、一番やってほしくないタイミングで、アレスを、くっそ、スタンしたな。ちょうど水エレ踏んで、あ、でも5個だとチェインにならないか。もしかして。なんで、一旦、シリル使って、MP でも稼いでおきますか。どうすかな。3チェイン。まあ、MP 稼ぎ目的だからな。なんでもいいか。かっこいい、こいつの技。3の方って。なんか聞いたことあるな、最近。こいつも水の呼吸の使い手か。で、アレス動かしたいけど、水のね、エレメントがいい感じにないんで、ちょっと火のエレメントを掃除しますか。こいつを掃除して、こいつを掃除しつつ、でも、サポート範囲内にはいなきゃいけないんだよな。なかなかね、パズルが難しいな。ここかな。ここからはもう移動できないな。よし。で、お、エレメント落ちてきました。あ、いいね、これ。これはかなりチェイン稼げるぞ。で、ビームを撃たれてしまう。さあ、アレス、水チェイン、水エレメント踏みまくって。4か5は行くんじゃないかな、これ。で、アイテム踏みつつ4いったね。
で、これでサポートスキル発動して4チェーンのスペシャルアタック、あ、いいね、入りましたね。これでね、背中のクリスタル剥がしてシールドさえ取っちゃえば、あとはシャノンのアクティブスキルでボコボコですね。さあ打っていきましょう。もうこれ安定だね。剥がせばもう脆いんだな。よし、はい、そんな感じでね、今回ボス攻略してみました。次もね、このセイクリッドブレード今5と6やったんで、まあ、また7とかね8もクリアしたら動画上げていこうと思うんで、攻略のね参考になれば嬉しいかな。はい、じゃあそんな感じで今日は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。